なんとね、この夜影にもあるということで、ネットでね調べたんですけど、その詳しい情報が全然載ってなくて、Google マップでねちょっと見てたら、あの牛神社っていうのがあるんですよね。牛神社って書いております。はい、というわけで今日も始まります。今日はね、矢影町に来てます。矢影町ですよ。まあ歴史長い場所でもあるんですけども、来るかな、車来るね。はい、というわけで矢影町来てんですけど、まあ歴史がねすごい長い町でもあるんですけど、今日はちょっとその矢影の町からちょっと上の方に気になる場所があるんですよね。Google マップでねちょっと見てたら、あの牛神社っていうのがあるんですよね。まあそのね、岡山でいうと和気の方とその吉備津神社の方にその牛にまつわる神社はあったと思うんですけども、なんとねこの矢影にもあるということで、ネットでね調べたんですけど、その詳しい情報が全然載ってなくて、じゃあいざ行ってみるしかないということで今日やってきました。それでは始まります。すごっ、なんか歴史をね感じる橋が、詳しい写真の名前とか、よし、なかなか進めません。気になるスポットがありすぎて進めません。やっぱり歴史があるんでしょうね。この上にいろんな建物というか、神社じゃないですけどそれに近いような仏殿、地名がちょっとなんか気になりますね。
YouTube、Instagram 始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。目的地なんですけどね、この一本松っていうバス停ですね。一日に何本かね出てるみたいなんですけども、こっちの方にあるということです。ところどころでこのなんかお墓じゃないんですけど、今日はねこちらですね、桜の木が咲いて、桜の花ですね、桜の花かな、桜が咲いてる場所に今回の舞台があります。こちらですね、牛神社ということです。ちゃんと牛神社って書いております。備え前マネーでちょっとご縁がありますように、ご縁。はい、という感じのね牛神社でした。やはりねこの家畜とかそっちの牛のなんかやっぱりあったんでしょうね、それを市場に出したりしてっていうことですよね。まあその当時ね、肉が食べれるのって結構上の位の人というか、まあお殿様とかね、そういう位だったんで、もしかしたらその大名行列関係のあのお殿様が夜陰に泊まられた時にここの牛を出されていたとか、まあその牛に関してはね、干し肉とかいう津山とかもあるんですけども、やはりこの辺でもねそういう牛に関した場所があったということで、まあこの他にね宗者とか、なんか牛神社っていうのも意外と調べたらない出てくるんですよね。はい、というわけで、まあこういうものもあるということです。ありがとうございました。それではまたよろしくお願いします。キャバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。